3回でしんどいよね。おじさん、おじさんが。でもね、だんだんさ、おっさんになってくるとサブステージ振られないじゃん。唯一振ってくれるのが五つ星先輩だ。こんな夢見てる奴らに怒るさ。夢見てる奴らに怒るさ。You made dream。 もう一度一から始めればいいさ。ゼロじゃないだろう。触らんければ気づかんけれど、本当にそれでいいのかい。夢夢夢覚えた？せーの、もう一応それいいな。逆戻りはできない。誰も知らず知らずゴールへ近づく。あと数十年の短い旅ならば、君と好きな景色が見たい。フェーズがあると思って行ったらなかった。マジどいたかと思いました。